はい、どうも皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございますかな、山順です。先日ね、塗装ブースの方動画を上げたと思うんですけども、一緒に同時に買ったものですね、井戸橋さんの方で買ったものがあります。それがね、まあこの中に入ってます。それがまあ溶剤やらなんやらいろいろ買い足しました。というか以前持っていたエアブラシは知人に売ってしまったというのがあって、何もないんですね、エアブラシ用品っていうのが。なのでもう薄め液だったりいろいろ買ってきました。でバンシーに使えそうな塗装とかもいろいろ買ってきたんですけども、それはねバンシーの時にまあちょっと紹介しようかと思います。で、はい、こちら買ってきました。ミスターリニアコンプレッサープチコンエアブラシセット、ミスターホビーさんのやつですね、買ってまいりました。まあこのね軽量の、まあこれシングルアクションのエアブラシなんですけども、それとまあこんだけね、まあコンプレッサーとあとエアレギュレーターかスタンドとか全部入ってるセットなんで、まあねこれがあれば大雑把なね単色のものであればね全然シングルアクションでいいんじゃないかなと思ったんで買いました。でこちらはねこの青じゃなくて赤の方を選びました。青売り切れてました、残念ながら。はい、ということでこいつを開けていきたいと思います。はい、じゃあねちょっと開けてってみます。よいしょ。ほい、まず保証書ですね。で、エアブラシトラブル解決ガイドです。で、これの多分説明書かな、なんかレンチみたいの入ってますね。これがエアブラシ本体。ね、見えるかな。まあクレオスさんの、0.4 ミリのやつですね。シングルアクションです。キャップもこんな感じですね。硬っ。で、まあこの横のところにホース系ですね。SP 細なのかな、これは。ホース系と、これがレギュレーターなのかな。あとはもうあれか。箱に入っちゃってるな。取り出す。全部取り出す感じか。よいしょ。ほい。このスタンド1、スタンド2と、これがコンプレッサー本体ですね。まあでもね、まあでもこれちっちゃいけども、まあまあ、まあまあ良さそうですよね。うん。で、なんか入ってない？なんか鉄板入ってますね。なんだろう？あー、なるほど。これ、スタンドのやつか。スタンドの裏に磁石あるんだ。へえ、今時のやつは進化しとるの。なるほど、なるほど。これでずれませんよってことですか。おお、おー、やれよるな。うん、意外に、今、ちょっとパーって説明書読んでたんですけど、細かくね、ほんと初心者用向けに、こういう風にしてくださいね、みたいなことが、きっちり書いてありますね、これ。さすがミスターホビーだな。で、流れ的には、まあ、多分このジョイントとかホースは多分、口径が一緒なんで、外して、こっちのピース側に取り付けると。んで、その後エアブラシからをこっちね、この位置で言うとこっち側につけるみたいですね。ほい。で、ここの先っぽのやつをこっちにつけるってことか。でもなんか口径が、大きさが違うんだけど。なるほど。なるほど。ここについてるのはもともとジョイントなんだ。なんか口径が合わないなと思った。あ、じゃあジョイントがプラス1個ついてるみたいなもんなんだね。ほい。これで完成。
はい、ということで、もうただこれだけで完成ってことですね。はいはい、いや、ちょっと空拭きしてみましょうか。聞こえるか。一応出るようになりました。まあでもこれね、ちっちゃいコンプレッサーだからちょっと弱いけど、威力的にはまあバーッとね拭くぐらいだったらちょうどいいんじゃないかなと思います。はい、ということでね、ミスターホビーさんの、ミスターリニアコンプレッサープチコンエアブラシセットの、ご紹介というか開封動画でした。まあこれをね使ってちょいちょいやって、まあ、ただ威力とか急激に必要になるかどうかは分かんないけども、まあちょっとしたことねやるぐらいであったら、まあこれで多分こと足りるんじゃないかと思います。それではね、今回の、この商品の開封動画でした。この動画がね、もしいいなとかちょっとためになりましたみたいな感じであったらね、もしよかったらグッドボタンとかねお願いいたします。ね、していただければ、非常に幸いでございます。またね、いろいろ、ちょっとね僕の趣味に偏りがあるんですけども、まあ、そういうものもね、動画としてアップしていく予定ですので、もしよかったらチャンネル登録等もお願いいたします。それでは山潤でした。バイバイ。